来上がったので早速食べてみたいと思います。うん、美味しいですね。アジの味というか唐揚げの粉の味がしますけどね。あとこちらマヨネーズです。正直マヨネーズつけないでそのまま食べた方が美味しいですね。ごちそうさまでした。豆味は小さくてちょっと調理がめんどくさいんですけども、ちゃんと揚げてしまえば骨もゼイゴも尻尾も全部食べられてかなり美味しいと思います。釣れすぎてしまって困った場合はぜひ唐揚げをおすすめしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。